いやー、こっちこっち。よ、ちーちゃん。どうも。お先にいただいてるよ。だな。ここ、座っても。ええ、どうぞ。ああ、そういやこの前ちーちゃんと二人で飲んだ時はあれだ。結構ひどい目にあったんだったな。そうだったね。薬盛られて全裸で放り出されちゃって。またそうならないように注意して。なんだかもうずいぶん前のことだった気がするぜ。いろいろあったからよ。知り合いが誰もいなかったはずのハワイで、なんともにぎやかな毎日だ。そこは一番の人望よね。ほんと、あっという間に仲間ができちゃってさ。友達作るのってそんなに簡単だったっけ？それ以上に敵も多いんだけどね。確かに。私はこうしてると父と飲んだことを思い出すな。ちーちゃんの親父さんっていうと富士宮家の一番偉い人？会長って呼ばれてる。いつも仕事の取り巻きがいてね。逆に家族っていうのは彼にとってお飾りみたいなもの。お飾り？なんだいそりゃ。偉大なる富士宮グループの代表なら、理想の父親として家族にも愛されてなきゃ。母や私はそのイメージを演出するための道具に使われることが多かったわけ。うちの家族写真を撮るときなんてスタッフだけですごい人数、企業の CM みたいだったからね。俺も金持ちだったら豪華な家族写真を撮ると思うよ。きっとイメージ作りの道具なんかじゃないって。だったらよかったんだけど、うちの家族はやっぱり普通じゃないと思う。親父さんとはよく飲んだのかい？ん？さっきその時のことを思い出してたんだろ？ああ、そうだね。でも父と飲んだのは一度だけ、ハワイに来る前に。しかも楽しかったわけじゃない。親と二人きりで飲むなんて気まずくない？どうかな。俺は今まで親と飲む機会がなかったもんでさ。ごめん。いいって。全然。それよりちーちゃん、親父さんと飲んだ時はどんな話をしたんだい？ね、どうだったかな。会社の株がいくらになったとか、組織を再編してみたけどあれがダメだ、ここがいらないとか、そんな話。多分向こうもそんな話くらいしかなくて間が持たなかったのかもね。けどじゃあなんで二人きりで飲むことになったんだい？父から誘ってきたの。当時は私がハワイにいつまでいるかも決まってなかったし、しばらく会わなくなるから少しは親子らしくなんて思ったのかな。形だけでもさ。何でもそう、後ろ向きに取るもんじゃねえぜ。私には一番がちょっと羨ましい。どこが？だって一番はご両親のこと大好きじゃない？ハワイに来たのだってお母さんに会うためでしょ。私は親をそんな風に思えなくて、それがちょっとコンプレックスだったりする。隣の芝生は青く見えるっていうぜ。親子仲に悩んでる人は結構多いんじゃねえか。俺はたまたま悩むにもそばに親がいなかっただけだし。一番がお父さんだったら多分私も娘としてうまくやれてたのにな。俺がちーちゃんの？いや、まだ俺そんな年いってねえって。
けど大して年変わんないと思うよ。父は今50過ぎ、一番は40半ばってとか。なるほど、確かにそんな変わんねんだな。一番とお酒飲むのってなんだか落ち着くね。そうかい。俺もちいちゃんと飲むの楽しいぜだからもう薬持ったりしねえでくれよな。何の話だっけそれごめんね、もう忘れちゃったさすが、そういうとこが大物だよな、ちいちゃんはよ。よ、ちいちゃん。うん、よかったらまた一緒にどう？おう、ご相伴に預かるよ。私、日本にいた頃はこんな風に飲まなかったんだよね。男の人と二人きりなんて。へえ、意外だな。じゃあ、ハワイに来てガラッと変わった？まず一番とは出会った時に茜さん家で飲んだよね。その後は確かドワイトとも二人きりで。ドワイトってバラクーダのか。他にいないでしょ。ああ、そういやそうか。第五地区に潜り込もうとしてたんだもんな。女の子一人で無茶するよ、あんな治安も何もねえ場所で。一応一通りの護身術は仕込まれてたから、富士宮家の箱入り娘としてね。師匠が良かったのだから多少の危険ならしのげるって自信はあった。師匠と言っても私にとってはジーヤでさ、生まれた時からずっとそばにいてくれた人。それってよくお嬢様につきものの執事ってやつ？うん、そうだね、そのうちの一人、私の護身術係。他にもいろんな係の執事がいるってことか。勉強は家庭教師が他にいて、食事はコック、服も専属の人が仕立ててくれてた。へえ、やっぱそういうの聞くとご令嬢なんだなって思うよ。その分うちの両親は子育てのもろもろ全部各担当者に任せきり、今まで私が身につけた大半は彼らに教わったものね。ちなみにジーヤは今ハワイに来てるよ、私のお目付け役としてね。じゃあ今頃ちーちゃんのこと心配してるんじゃねえか。でしょうね。ハワイに来たばかりの頃は一応私も定期的に顔を見せてたんだけどさ、最近は今忙しくて会えないからしばらくジーヤも羽伸ばしといてって言ってある。それじゃあジーヤさんも困るだろうに。一応スマホにメッセージは送ってるよ、毎回今日も異常なしってね。じゃあ実は俺らと一緒に喧嘩三昧とか本当のこと聞いたらひっくり返っちまうな。ジーヤさんは今いくつなんだい？77歳。ずいぶんスラッと出てきたな。この間誕生日にプレゼント送ったとこだし、私ジーヤには昔から手を焼かせてきたから少しはいたわってあげなきゃ。これが私のジーヤだよ。もっとおっかないのを想像してた。護身術の師匠っていうからさ。子供を怖がらせなくたってものは教えられる、そのお手本みたいな人だよ。そっか、なるほどな。昔は日本中で武者修行とかしてたみたい。嘘か本当か、北海道で熊を投げ飛ばしたんだってなバカな。けどユーモアがあることは間違いねえ。父や他の使用人はいつも済ました感じでいたけど、ジーヤだけは別。ちゃんと笑える冗談言えるのはジーヤしかいなかったし、
私がバカやってもいつだって笑って許してくれた。ずいぶん助けてもらってたんだな。そうだね。ジーヤなら一番やみんなとも仲良くなれると思う。自分よりずっと若い使用人たちにも腰が低いし、頼まれ事は断れない。おとなしい性格だから、かわいそうにみんなから私のお目付け役を押し付けられちゃった。どうしてるかな、ジーヤ。一人でハワイを楽しんでくれてればいいけど。だったらいいな。できたら顔見せて安心させてあげたいよ。でも私が今ハワイで何してるか家に知られたくないし、78歳の誕生日にはもっといいのを送るから、その時またいたわってあげるつもり。ちなみに77の誕生日には何を送ったんだい？スマートウォッチ。ああ、あれだろ、腕につけてると脈拍とか血圧とか測れるやつ。心臓に異常があった時なんかも知らせてくれるみたいね。お年寄りに送るにはいいチョイスだよな。それに GPS もついてるから私も安心。何が？もしジーヤが私を監視しようとこっそり近づいてきてもすぐにわかる。そんな扱いしちゃかわいそうだろう、ジーヤさん。かもね。お邪魔かい、ちーちゃん。うん、もちろんそんなことないけど。けど？さっきね、ジーヤから連絡があってさ。お忙しいでしょうが、そろそろお顔を見せてくれませんかって。ああ、ジーヤって富士宮家の一番たちと動くようになってから、私もうずっとジーヤと顔合わせてないんだよね。じいちゃんのこと心配してんだろうな。そうだね。しかもじいやが言うには、千歳様は私に何か隠してる気がするってさ。私は普通の留学生として平穏無事ですよって返事しといたんだけど。それはじいやさんの勘の良さを褒めるべきだな。大したもんだぜ。さすが私の師匠だよ。なら一度会って元気な顔を見せてあげたらいいんじゃねえか。けど直接面と向かったらいろいろ探り出されそう。ジーヤは本当に勘がいいから。で、私に何か異常を感じればジーヤは立場上すぐ家に報告するでしょうね。つまり私にしてみれば、ジーヤと直接会っていいことはあまりないわけ。ジーヤさんを安心させてあげられるだろう。心配させっぱなしじゃちーちゃんも嫌じゃねえか。それはまあそうなんだよね。確かにジーヤにはちょっと心苦しい。このままジーヤさんのことはほっといていいのかね。向こうからもちーちゃんを探しに来るんじゃねえか。その点は多分大丈夫かな。ジーヤはスマホもやっと最近使えるようになったお年寄り。ハワイに私以外の知り合いもいないし、だから一人で私のことを探し出せないと思う。まあそういう事情もあって、私は今みたいに自由にやれてるんだけど。ジーヤさん確か喜寿だっけ。じゃあやっぱ気の毒だな。ずっと一人で心細いだろうに。私もそう思うけど、もう少しだけこのままやり過ごしちゃおっかなって。せめてスマホに何かいつもと違うメッセージでも送ってやったらどうだい。どういうこと？いつもやり取りしてるのは文字だけなんだろ。そこに動画とか写真とかを添えるんだよ。ふーん。でもどんなやつを送れって言うの？ちーちゃんがジーヤに語りかける風のビデオレーターだ。スマホで動画を撮ってそいつを送りゃいい。
アロハジーヤ久しぶりとか手を振って。おお、日頃の感謝なんかも伝えるんで、いつもご苦労様です、私は元気ですってな。なんか私の柄じゃないから白々しくなっちゃいそう。直接会わなくても元気な顔見せりゃジーヤさん安心すると思うぜ。そうだよね、わかった、ちょっと考えてみるよ。でもおかしな話じゃない、親は私に無関心でジーヤだけが気を揉んでくれてるんだから。うん、そうだな、血のつながりだけが家族じゃねえ。ジーヤさんの話を聞いててやっぱりそう思ったよ。実際俺も育ての親とは血がつながってなかった。春日次郎ってカムロ町でソープの店長やってたんで、それでも親子の情は確実にあったぜ。少なくとも俺はそのつながりを感じてた。一番、誰か一人でも自分を気にかけてくれりゃ、それが家族ってもんなのかもよ。そうだね。ありがとう、一番。あ？ジーヤが家族とまで思ってくれてるかはわからないけど、私にとって大事な人なのは間違いない。だから、たまにはメッセージだけじゃなくて、電話でもいいから直接話してみようかな。それ、悪くないと思うぜ。必要なら写真とか動画も送ってみる。一番のアドバイスに従ってね。そんな風に言ってもらえたら俺も話した甲斐があるってもんだ。今日は勉強させていただきました。